天正12年1584年3月24日朝、九州の二大勢力島津と龍造寺の最大の合戦沖田縄手の戦いが今始まろうとしている。総大将龍造寺高信は2万5000の兵を動員し三重城に着陣した。高信はわずか1代で国衆から九州北西を席巻する一大勢力を築いた武将である。あの信長が本能寺の変で撃たれた時、高信は信長が九州まで来れば小倉に出向いて酒を酌み交わし、隙を見て人たち浴びせてやったのにと言い、ことのほか残念がったという逸話を残している。自らの能力と酒に酔いしれ、肥前の熊と呼ばれ、人を人とは思わぬ傲慢不遜な態度を貫く武人、それが許されるほどの天才的な才覚の持ち主であった。当時の宣教師たちは高信を散々ののしったが、その能力だけは認めざるを得なかった。実際、宣教師ルイス・フロイスはこの男をユリウス・カエサルと比較して、迅速と知恵はそれ以上だと称している。その恐るべき才能と有り余る強欲によって、肥前の一国衆から身を起こし、九州の3分の1を切り取るほどまで勢力を拡大した強雄である。皆の者を、わしが政界の言うぞ。対する6000ほどの兵を率いる島津有馬連合軍の総大将島津家久は御年37歳、当主義久の3番目の弟である。正室の子である3人の兄と違い、家久は側室の子で、その母の身分は低い。よってこの年まで領地を持てず、兵の数を見ても十分とは言えない。しかし武勇は鬼神のごとしと言われた精鋭部隊を引き連れ、龍造寺軍に挑む。今九州の覇権を争い、領有の戦いが始まろうとしている。1500年代後半まで九州では長らく大名たちの覇権争いが続いていた。年号が元亀から天正に変わる1573年頃、九州北東部の豊後を治める大友、北西部の肥前から勢力を広げる龍造寺、九州の南を支配する薩摩の島津、この3つの勢力が覇権を争う三国時代となった。天正5年6月、日向の国で伊藤義助が島津に敗北すると、12月義助は大友氏に身を寄せた。大友宗麟は伊藤家主従に300丁を与えて庇護する。こうして天正6年10月20日、大友宗麟と嫡男義宗は島津の北上を阻止すべく対抗策として伊藤氏を日向に復帰させるための兵を挙げる。その数3万とも4万とも言われた耳川の戦いだ。ポルトガル出身のルイス・フロイスは戦国時代にイエズス会の宣教師として日本に来て布教を行っている。フロイスはこの時の様子をフロイス日本史に記している。豊後国主の軍勢は日向の国内に不覚に侵入すると、流血を見ず、いくつかの城は明け渡された。豊後の軍勢が日向の国の中の征服地と非征服地を分ける耳川を渡ると、薩摩方は防衛線を突破されたことで驚愕、高城城で援軍を待ち籠城することとなったと記録している。耳川の戦いは実際には高城城をめぐって争われていた。大友軍は島津方の山田有信ら300の兵が城を守る高城城を包囲。大友軍はまず国崩し子とフランキ砲や大量の鉄砲を使い砲撃。フランキ砲は宗麟が南蛮貿易でポルトガルから手に入れていたものだ。国も崩せそうな破壊力があることからその名が付けられた。砲撃による城攻めはあえなく失敗。真っ向からの城攻めが難しいと判断すると、大友軍は兵糧攻めに作戦を切り替えた。フロイスの日本史はキリスト教絶対の精神で話が綴られている。その中でキリシタン大名の大友宗麟はキリストの国を作るために領土を広げようとしていることから、フロイスは宗麟に大いなる希望を抱いていた。そして九州地方を9カ国を平定すると評し、強い影響力を持った巨大なキリシタン集団が作られることを本気で期待していたことが記述から伺える。宗麟も領内の神社仏閣を破壊しキリスト教化を推し進めている。こうした動きを大友の家臣の中にはよく思わない者もいたようだ。キリシタンたちが主人によからぬことを吹き込んだせいでこのようになったのだ
と吹聴する者も現れ始め、大友軍の士気は低迷。さらに筑前や筑後などの九州北部から戦に加わった武将たちが島津の内容に離反する者が続出。一方の島津軍は援軍を率いて高城城の救援に向かう。10月24日、当主島津義久は3万の兵を率いて高城城より南に12キロ先にある佐渡原城に到着。日向内にいた島津軍と合流し、11月9日には宝部城で軍議を開く。ここで島津のお家芸釣り延瀬について話し合いがなされた。釣り延瀬とは島津義久が考案したと言われている島津のお家芸的な戦略で、簡単に言うとおとりを使った包囲作戦である。部隊を左中央右の3つに分け、中央の部隊がおとりとして正面から敵と戦い、負けたふりをして後退、敵を釣るという作戦だ。追撃してきた敵を左右の伏兵、つまり延瀬が襲撃、おとりの部隊も反転し攻撃に加わり、敵を包囲殲滅させる。島津の釣り延瀬によって大友軍の体勢は一気に崩れた。大友軍は北方の耳川方面へと撤退を開始する。耳川に向かった大友軍の中には、撤退の際に川の淵に迷い込んで溺死する者も出た。川は数日前の雨で増水していたこともあり、多くの被害が出たことから耳川の戦いと呼ばれるゆえんとなった。こうしてこの戦いは島津軍が勝利。北方の無地下に陣を敷いていた宗麟は気の身気のまま無地下を脱出。宗麟は豊後へ向かう最中、寺社仏閣に助けを求めたが、キリスト教のために寺社仏閣を迫害してきたツケが回ったのか、かくまうことを断られている。宗麟は耳川の戦いでなんとか生き残ることはできたが、戦国大名としての力は大きく削ぎ落とされた。九州地方は戦に勝った島津と、耳川の戦いでどさくさに紛れて大友の領土を得た龍造寺の二大勢力が争いを繰り広げることとなる。天正10年6月、天下人に一番近いと言われていた織田信長が家臣明智光秀の謀反により本能寺で自刃。直後その光秀も羽柴秀吉に敗れ、織田家の後継者を決める清須会議で秀吉は主導権を握った。さらに織田家の重臣柴田勝家を静岡岳で下し、家中の勢力をまとめることに成功。そして信長の意思を継ぐかのように秀吉は東西各地に侵攻を進める。その頃九州地方では耳川の戦いで島津軍に敗れた大友氏は衰退、代わって肥前を統一し大友領に侵略を進める龍造寺と、肥後南部まで勢力を拡大する島津が九州統一を争っていた。天正7年1579年、耳川の戦いの翌年、大友氏が島津に敗れて以降、島津と龍造寺の対立は徐々に表面化していく。沖田縄手の戦いが始まる前の九州は、薩摩、大隅、日向を治める当主島津義久は、義弘、利久、家久の3人の弟と協力して国を治めていた。一方、肥前の熊と呼ばれた龍造寺高信は、初めは一黒人に過ぎなかった。一時は筑前、肥前を治めていた小児氏に攻められ、お家滅亡の危機に陥っていたが、高信はまだ幼く、出家していたこともあり、難を逃れている。その後、高信が龍造寺の当主を継ぐと、君主閣であった小児氏を滅ぼし、下克上を果たす。高信は肥前を統一し、龍造寺は一大勢力を伸ばした。しかし一方で、高信は部下からの信頼は薄かったようで、家督を継いだ頃に、家臣の反乱にあって国をしばしば追われている。耳川の戦いで大友氏が敗れると、わずか1年で筑後を制圧、筑前、肥後、豊前を勢力下に置くことに成功、領土を急速に拡大した。天正8年4月、高信52歳の時、当主の座を嫡男政家に譲る。しかし事実上の実権は高信が握っていた。この頃龍造寺の軍門に下った者は5万余りとも言われている。だがその大半は時の形勢を見て下った者に過ぎなかった。高信は猜疑心が強く、狡猾で冷酷な人物であったと伝わっている。政家に当主の座を譲った高信は須古城に入って島原を監視するためだった。須古城より南の島原半島は配下に置いたばかりの有馬晴信らの領地。
春信がいつ裏切るかわからない有馬の動向を注視するため高信は須古城で政務を行い、当主の正家が南肥後を侵略する方が賢明であると高信は考えたのだ。一方、島津義久は緩慢ではありながら薩摩、大隅、日向の三州の統一を成し遂げていた。義久はこれ以上の侵略は外分が悪いので領土拡大は望んでいなかった。しかし好機は突然訪れる。同じ年、肥後熊本城の城近政や宇野城の名和昭孝が阿蘇これまさら大友方の国衆に攻められ苦境に陥り、島津に援軍を求めてきたのである。この援軍に応じると北方の龍造寺とまともにぶつかってしまう。義久は当初援軍に乗り気ではなかったが最終的に兵を送る。一方、高信も肥後の国衆からの救援に応じる形ですでに肥後の地で軍事介入を行っていた。そのため龍造寺と島津の勢力は肥後国内でぶつかることとなる。天正9年に入って正家率いる龍造寺軍は肥後に進出。最盛期には筑前半国、筑後、肥前、肥後半国、武前三軍、対馬、壱岐へと勢力を伸ばすことに成功。高信は五州二島の大主と呼ばれるようになった。しかし一方で高信に背く者も現れる。同年5月、筑後の釜地重波が島津に内通していたことが発覚。重波は高信が家に追われた時世話になり何度も助けてくれた忠臣であったが、高信は許さなかった。重波を和解のためにと言い肥前に呼び出し騙し討ち、蒲町の本拠地柳川城に向かって出陣し一族を皆殺しにした。高信のこの行動に家臣たちは反発し、出陣しなかった者もいたと言われている。一方、島原半島の有馬晴信は龍造寺に対抗すべく八代にいた島津軍に五詰めの援軍を要請する。有馬の従属は島津にとって願ってもないことだが、島原半島に兵を出す余力はなかった。しかし有馬を見捨てれば島原は龍造寺のものになり、仮に肥後全土を島津が掌握しても常に西の島原から横腹を突かれるという脅威にさらされることになる。こうして島津の家老川上久住や山田有信らの援軍を急ぎ島原半島に兵を送る。島原半島の南日の江城に島津の援軍が入ると有馬軍は北東の深江城を攻め込んだ。この動きに対し高信は深江城の救援に動き出す。有馬島津連合軍は深江城を攻略しようとするが、高信が手配した援軍が城内に入ったため将兵が膨れ上がり容易に城を落とすことができないでいた。深江城の攻略が難しいと分かると攻撃の矛先を変更。有馬島津連合軍は深江城の北西にある千々和城を攻撃。城にこもる将兵300人を討ち取り攻め落とすことに成功するが、島津の援軍はわずかな戦果を上げ島原半島を後にし八代へ帰還した。これに手応えを感じた春信は島津に服属することを決意。じりじりと北と南の衝突は表面化していく。天正10年10月、突如須古城の東40キロほどに位置する高尾城の田尻秋種が龍造寺から離反し島津に援軍を求めた。これを受け島津軍は秋種を援護するため筑後まで陸路から北上。しかし龍造寺軍に背後をつかれそうになりあえなく撤退したため作戦変更。海路から高尾城の救援に向かうが龍造寺方の水軍に行く手を阻まれ作戦はことごとく失敗に終わる。島津からの援軍が期待できないと悟った秋種は結局龍造寺に降伏することとなった。これ以上家臣の離反を食い止めたい高信は考えた。秋種を所替えするという寛容な手段で許すことにしたのだ。一方の秋種は高信の高涼な裁きに感銘し、その後も龍造寺家に忠義を尽くしたという。同じ年、長年の宿敵であった相良が島津に屈服。南肥後は島津の配下となった。南肥後を守るために北上して龍造寺と戦うしかない状況はさらに濃厚となった。義久は北肥後へ侵略し肥後全土を制圧しようと動き出す。弟の島津義弘、俊久、家久が肥後の西南西八代に集結。島津軍は肥後を制圧するため大動員をかけたのである。肥後全土を制圧する様子を見せた島津軍に対処すべく高信は北肥後の諸城の守りを固めた。これに高木軍の国衆も駆り出され、軍内の龍造寺側の守りは手薄となった。龍造寺領内でまた謀反が起きる。天正11年、
家臣の赤星宗家が命令に背いたとし、人質として預かっていた宗家の息子と娘を殺害。これに怒った宗家は龍造寺を見限って島津に着く。このように高信の行動に不信感を抱き、龍造寺を離反する者が後を絶たなかった。同年5月、有馬軍は再度深江城を攻略することを決意、島津に援軍を要請した。6月13日、これを受けて八代に駐屯していた新色忠敬、川上忠敬らが1000人余りが海を渡り深江城を攻め込んだ。援軍むなしく新色忠敬は戦死、川上忠敬は負傷。またもや深江城の攻略に失敗した。これ以上失敗が続くと、島塚中の意見を押し切ってまで島原に将兵を送り込むことは難しい。その上、肥後国衆の阿蘇との和議も破綻し、新たに援軍を送ることはますます難しくなってしまった。しかし島原半島を勢力下に置くには引き続き有馬を従わせる必要があった。この敗北は島津にとって大きな痛手となり、龍造寺との間にしばらく休戦状態が続くこととなった。こうした中、豊前の秋月胤実が島津龍造寺領主に和議を持ちかける。島津が九州守護とし、幕下に龍造寺と秋月が入るという案であった。領土について高瀬川を境界線に東南を統治する案は義久にとっていささか不満はあったが、今龍造寺と事を構えるのは避けて南肥後の統治を優先させたい。義久は胤実の和議を受け入れた。一方、龍造寺も当主正家と重臣鍋島信成が島津との和議を進めていた。筑後に離反した国衆を抱えたまま肥前肥後に挟まれた状態では、島津と対峙するのは容易ではなかった。しかし高信は先の深江城の戦いで島津は敗北し、意気消沈しているはず。さらなる兵を送り込む余力もないと見ていた。一気に勝負に出て島津有馬を倒したいところであった。だが龍造寺も急速に領土を拡大したがゆえ、統治基盤は脆弱であった。致し方がなく高信は和議を受け入れ、島津が島原半島から撤退したことを見計らうと、じわじわと有信にさらなる圧力をかけるのだった。龍造寺からの圧迫を恐れた有馬は再び島津に援軍を要請。しかし島津は龍造寺と和議を締結しているので容易に動けない。だが再び戦は動き出すのだった。天正12年3月、当主正家の妻の実家である島原の領主有馬晴信がまたも龍造寺に反旗を翻した。晴信はキリシタンとして有名で、イエズス会から武器弾薬を得て軍事力をつけていった武将の一人である。晴信の離反に激怒した高信は正家に有馬討伐を命じた。だが正家は妻の実家を攻めるのを嫌がり、戦いには消極的だった。そこで正家に留守を任せ、高信自ら2万5000の大軍を率いて有馬討伐に乗り出すことにした。3月19日、高信を総大将とする有馬討伐軍が出立したことを知った島津義久は兵を送り込む。肥後に向かわせていた弟家久隊と合流すべく、肥後南部の佐敷城に向かわせる。佐敷城に集まった兵はおよそ3000、有馬の兵と合わせても6000、龍造寺軍の2万5000の兵に到底及ばない。また島原は島津にとってよくわからぬ地ゆえ、現地を確認してから作戦を立てることにした。島津軍の一行は肥後八代の港から北西に向かい、島原へ、日の江城で有馬軍と合流する。その後有馬領の最前線となる北北東森竹城まで進軍した。天正12年1584年3月23日夜、森竹城で軍議が開かれた。大軍で進軍している龍造寺軍は万に一つ負けることはないと侮っているに違いないと睨んだ。島津家久は島津のお家芸釣りのぶせで龍造寺軍をおびき寄せることにした。この作戦は以前兄義久が耳川の戦いで使い大友に勝利した戦法である。島津有馬連合軍がいる森竹城より北西におよそ4キロ離れた三栄城に龍造寺軍が駐留している。よって決戦の地は沖田縄手になると家久は心得た。沖田縄手は田畑や湿地帯が広がる。湿地帯にはあぜ道が通っているが、道は細く狭い。同時に2人程度の兵士が通れない幅だ。城まで道はこの道を含めて3つ。
東側の海に面した浜手中央のあぜ道、西側は前山の裾野を進む山手である。どの道を進んでも狭いゆえ、2万を超える大軍は縦に列を作り進軍を余儀なくされる。高信本隊がどの道を通るかわからない。釣りの伏せをするにしても賭けになる。よって中央のあぜ道を進ませるよう陽動隊がおびき寄せることが肝心であった。おそらく龍造寺軍は浜手山手も使い進軍してくるだろうと家久は考えた。有馬軍には軍船で浜手を進軍する龍造寺軍を海から攻撃してもらい、一方の山の手には軍船に乗り切れなかった兵を配備、西の丸尾城に入ってもらい山手から進軍する。そして中央のあぜ道は島津忠長率いる陽動隊50の兵が配備された。この兵は敵をおびき寄せたら山手の方へ退却する算段である。島津有馬連合軍は夜のかがり火、上りの数を少なくし少数であると思わせ、翌日の戦に備えた。3月24日朝、高信は三重城の櫓に上がって自ら島津軍の状況を確認する。島津有馬連合軍がさほどの将兵しかおらぬと判断した高信は、浜手中央山手に分かれ南東の森竹城へ向け進軍することを決めた。まず中央のあぜ道は家老の鍋島直重らが進軍、江上家種と後藤家信は浜の手方面から森竹城へ攻撃、高信は山の手から丸尾城を攻める予定であった。しかし島津の主力が森竹城にいることが分かると作戦を変更、高信自ら中央道を進み東南の森竹城を攻めることにした。ホラガイの合図で海戦は始まる。鍋島直重の弟龍造寺安房の部隊が島津忠長率いる陽動隊と激突。安房は忠長の部隊をわずかな偵察隊だと思い襲いかかった。劣勢になった忠長隊は山手の方へ退却する。この報告を聞いた鍋島直重は島津の釣りの伏せであることに気づき、直重が山の手方面を進軍、高信本隊は中央のあぜ道を進むことにした。家久は釣りの伏せを警戒する龍造寺軍の思惑を逆手に取り、伏兵のいない山の手へわざと陽動隊を撤退させることで高信本隊を山の手以外の道に進ませることを狙っていた。一方東の海上では島原湾を有馬の軍船が北上、浜の手を進軍する龍造寺に大砲を放ち攻撃を加える。有馬軍の船には最新兵器の大砲が2門搭載されていた。その爆音は沖田の宛まで轟いていたという。さらに浜手の陸路から島津の家臣川上忠方が龍造寺軍を攻撃、海と陸路からの容赦のない攻撃に江上家種隊は混乱、後藤家の部隊も後を追うように後退する。その頃中央のあぜ道を進む龍造寺安房隊は間もなく縄手を抜けるところまで進軍していた。そこに隠れていた島津の伊集院忠宗の部隊が突然現れ、弓矢や鉄砲を龍造寺軍めがけ放った。左右を湿地帯に囲まれた狭いあぜ道を進軍する龍造寺軍はなすすべもなく弓矢と銃撃を受けバタバタと倒れていく。戦闘が詰まることで後方にいる高信本隊の進軍が止まった。先頭の安房の部隊に進みが遅いと伝令を送った。安房はやむを得ず足場の悪い湿地帯を進み、敵兵を攻めるよう将兵たちに指示を出した。これが恨みに出てしまった。島津軍は龍造寺軍の先頭が湿地帯に入ると新納忠元の鉄砲隊が銃撃を開始、龍造寺軍は湿地帯に足を取られ容赦なく撃たれていく。その状況を見た後続の龍造寺軍は混乱し勝手に退却し始めた。前線で指揮を取っていた安房は鉄砲弾を受け討ち死に、一方山手を進軍する鍋島直重は伏兵に注意しながら丸尾城へ向かっていた。しかし伏兵は一向に現れない。様子がおかしいことに気づいた直重、狙いは中央道の高信本隊であると察知、急ぎ龍造寺本隊の救援に向かった。中央道の高信本隊は進軍の遅さに業を煮やし、東へ向かい浜手の軍と合流することにした。浜手を龍造寺軍はとっくに退却していたが、それを知らされていない高信は島津有馬隊が待つ浜手に向かってしまった。浜手にいた川上忠方が龍造寺本隊を見つけると攻撃を開始、腰に乗った高信は他にはまり身動きが取れなくなっていた。総大将龍造寺高信が討ち取られると龍造寺軍は総崩れとなり四方八方に逃げ始める。その中でも成松信勝をはじめとする龍造寺四天王は最後まで抵抗したが、襟口信常、百武友兼、炎上寺信種らも討ち死にしてしまうのであった。
島津有馬連合軍が勝利できたのは、事前の作戦の準備を入念に行ったことと、地形を生かした戦法と的確な作戦を立てたことに尽きる。また総大将の家久が5倍もの戦力差を恐れず果敢に攻める姿勢を取り、武将たちもそれに賛同する勇敢な戦いをしたことも勝因に数えられている。一方で高信は大軍であることをおごり偵察を怠った。先方の部隊が劣勢であることに気づかず、隊をひたすら前に進め、総大将自らが前線に赴いてしまうなど、数多くの過誤を犯してしまった。この頃の高信は主食に溺れ、側近の助言にも耳を貸さなくなっていたと言われている。すっかりと堕落し、戦術的な判断力も衰えきっていたのだろう。九州の二大勢力、島津と龍造寺の最大の合戦となった沖田縄手の戦いは、家久の戦略が見事に決まり、島津有馬連合軍は勝利を収めた。この戦いで龍造寺の実質的権力者である龍造寺高信は落命し、家臣並び四天王も全員討ち死に。その数は200を超える。龍造寺氏はこの戦の敗北で一気に衰退していく。一方、戦に勝利した島津氏は龍造寺領への侵略を本格的に開始、肥前や肥後の豪族を次々に島津の配下に置く。龍造寺正家は島津に下ることを決め、島津の勢力は筑前、筑後まで勢力を拡大していく。九州統一まで残すは大友氏だけとなった。しかし島津の快進撃以上に関白秀吉が急速に西国を制圧していき、九州もその配下に下ることになるのだった。さて、今回の日本史の旅、楽しんでいただけましたか？歴史の舞台裏や知られざるエピソード、これからもたくさんのお話をお届けしますので、引き続きご視聴いただければ幸いです。今回の動画が面白いと思ってくださった方は、チャンネル登録・高評価ぜひよろしくお願いいたします。歴史への思いや感想、応援コメントもお待ちしております。ここまでのご視聴ありがとうございました。